日本大阪府大阪市東成区、東小橋東小橋は、大阪府大阪市東成区にある町名。現行行政地名は、東小橋一丁目から、東小橋三丁目。東成区の南西部に位置し、東に玉津、北に中道、西に天皇寺区、南に生野区と接している。昔、この周辺は、小橋県と呼ばれていました。東には、 くだら川が流れ、イカイツ橋がかかっており、河内や奈良方面に往来する人々が多かったと言われています。毎年たくさんの鶴が飛んできたので、何時とはなくこの地を鶴橋と呼ぶようになりました。西に、明治28年開通の大阪環状線、南に、大正3年開通の近鉄線、地下鉄が走っていて、交通の便に恵まれています。 北に3000坪の東小橋公園は桜の花見、盆踊り、土俵が有名です。また、鶴橋駅周辺の鶴橋商店街は全国的に有名で観光名所としてにぎわっています。2019年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、小学校、中学校入学時に学校選択制度を導入しており、通学区域以外に東成区の小学校、中学校から選択することも可能。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。ありがとうございます。